ちょっとやったけど、親指繰り返して、はい、で前に残ってる足を押さえ、この間にも椅子が間違えて、一旦やり直したんですけど、前の方の足を引いてから、こう上げて、あ、これはね、こっちこの間の説明は間違えた。しっかり見て。何週間ぐらいかちょっと。まずね、ここ、親指を外から引っ掛ける。でね、上げようとしても押さえ込まれるんで、肘を曲げてこうやっていく感じですかね。この時に、これでもまだ押さえられるので、体も回してくださいね。これでいいかな。後ろ足を出して、肘、もう簡単に最初は親指からこう食いかけます。で、これを、さっきのこれと一緒で、これも、ここまで、この状態まで来たら、引っ張るのと、体を出すのも同じぐらいな感じですね。で、ここ持ってください。で、最初は肩取りをしましょう。後ろ足を一回引いて、後ろ、この残った足を引っ掛けて、このまま引っ掛けて、この後、どういうような音になるか気にしない。早く打って、ちょっと形はめんどくさいんだけど、この時に前足を下げてから横動きを。から横動きを。まあ、喉に引っ掛けてゆっくり出してください。これで、この状況はね、足で動いてこれで、こう、こう。ね、そうだよね。こっち来るんだよね。そう、そう、これしたら、ああ、そうしたら、こうなったら、まあ、ゆっくり説明しますね。打ってきますから、これを左足というか、前に足で出てる方の足と手が、そのままこれを迎えに行きます。で、横にちょっと開いて。横に開くのがなんでかっていうと、この後ろ足が前に出るんで、横に出ないとスペースがないから、だからちょっと開いて、スペースを作って、そのスペースに後ろ足っていうか、肘のちょっと二の腕ぐらいを置いて、これをそのままこう、そのまま2人、ここまで。で、ありがちなのが、あやってるから、こう見て、こう見て、取った時、こう肘が曲がっちゃうんでね。これはね、二人とも今でもやるからね、また。こうなる。うん、なんか力でこう引こうとしたら、押さえ込まれてね。しっかり、肘、伸ばしきってるってわけじゃないんですけど、ある程度力を伸びた状態で、腰で足で押してくる。でも、しょうがない。癖っていうかね、どうしても力むのこうなってくる。まず腰を使って、足でスッて押してる。開いて、で、これは大事、この技何が大事かっていうと、来た時に、普通に項目に振ってしまう。普通にちょっとでも振れちゃうともうダメだ。もうできないことないんですけど、表はできない。だから、この、打撃系のアテミのタイミングでも、動くときにこう、取るっていう、そういう呼吸を覚える感じなんですけど、そんなにやらなくていいですよ、基本の形はもうちょっとゆっくりですから、まず来たら、足と一緒に押さえて取る。よくて、足を開く感じ。足で、手はもう最初に当てちゃうようなイメージですよね。だから最初の1回目で、両手で行ってもいいんじゃないですか。うん、足で両手でいっていいです。で、足で、それが大事です。それだけ覚えてください。はい。正面の背中を向いて。はい、じゃあ今度、ケータルを置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 いて。こうなるときに、あ、こうなるときに、あ、そっか、逆に。あ、そっか、お願いします。そう、そう、そう、はい、大きく、ここだけ。はい、はい、じゃあ今度、ケータルを置いて。はい、じゃあ今度、ケータルを置いて。あ、お好きなように避けてみて。あ、そっか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 、
コーナーを来た時に、